どういうことっていうか、まあ、まあ俺がちょっと、まあスケロクちゃんにね、まあ嘘ってか言えなくてね、それで、あ、今日マルコさんがね、なんか暴露して、まあこんな感じになりましたね。ポンポンありがとうございます。まあ状況的に説明するとですね、一昨日あれですね、一昨日なんかマルコさんとキムキムさんとみんなで、あ、スケロクシャーもいて飲みに行ったんですけど、あ、飲みに行ったり、あ、ラーメン食べて、その後飲みに行く流れだったんですけど、なんかちょっと別行動しようよって言われて、俺ちょっとスケロクちゃんとあのパチンコするから、なんかキムキムが2人で大事な話あるみたいだからって言われて、え、なんですか、え、ちょ、怖いですけどって言って、なんかで、まあ、普通にキャバクラで話そうよってなって、でキャバクラに連れてかれて、でなんかちょっと怪しかったんで、いや、ここ本当に普通のキャバクラですかって言ったら、いや普通のキャバクラだよって言って、でちょっと怪しかったんで、もう入り口がなんかちょっとなんかセクシーキャバクラって書いてあったから、いやこれやばいと思って、俺入り口でちょっと LINE で、まあスケロクちゃんに、いやちょっと変なお店かもしれないけど、あのごめん、何でもしないからねってちょっと送って、で来てるじゃん、何でもしないからね。いやだから今説明してるじゃん。それで入って、いや普通に飲むだけです、あの飲むだけでいいですかって言って、でマルコさんと2人で席について、なんか女の子を隣に使わされて、でなんか普通に、俺普通に飲んでたんだけど、でマルコさんがなんか、まあその日ちょっとマルコさんの打ち子してたんで、で俺負けちゃって、あのまあなんかお金返すみたいな流れだったんだけど、でなんかその女の子をすかされて、なんか女の子とくっついてとか、あのしなかったらちょっと、あ、したらなんかチャラにしてあげるみたいな、今日の負けチャラになるからみたいな、でなんかまあ最初はまあくっついてただけなんですけど、だんだんなんかエスカレートして、なんか胸触ってみ、ここ胸とか大丈夫だから触ってみて、いやちょっとそれはあの浮気になるんでちょっとできないですって言ったら、なんかじゃあスケロクちゃんにあの LINE するねとか言って、そんでなんかだんだんなんだろうな、まあそれでだんだんなんかそんな感じで言われて、チャラに、まあ今日の負けがチャラになるだなと思って、まあやってしまったというか、まあちょっとあと「スケロクちゃんに言うね」って言われて、ちょっと待って、なんで出てこうとするの、なんで、やめてよ、もうちょっと。
なんでもうちょっと ちょっと待って、説明してんだからいい。いやでもしてない、なんでいてよ説明してんだからいてよ。もう何に別れたいの、もう無理ってこと。いや俺の状況もう話して解散中です。なんで俺の状況も聞いてくれないの、もうなんでだから。聞いてなかった、見たい。俺の状況もちゃんと聞いてよ。いやだから逆ギレじゃなくて、俺はスケロクシャに怒ってたわけじゃないよ。だからどこ行くの、わかんないよ。そのタバコ吸いに行くだけだよ。いや、じゃあ一緒に行くよ。いや、行かん、ついてこなくていいよ。一緒に行くよ。やめて、やめて。だから、なんで、どこ行くの。タバコ吸いに行くだけだから、やめて。いや、ちょっと、だから一緒に行くって。やめて、本当にやめて。だから、なんで話を聞いてくれないの。いやだから俺がしたくてしたわけじゃないんだって。だからもう俺がし、どう、いや台本じゃないわ。ちょっとだからなんで出ていこうとするの。痛い。痛いじゃ何もしてないじゃん。一緒に行くよ。いや、いいよ、ついてもらって。いや、だから、いや、だから心配だから。心配。どこ行くの。いや、だからタバコ吸いに行くだけだよ。呼ばれてるし。呼ばれてるって何？な、もう、もう意味がわからないよ。いや、でも。もうだから別れるってことじゃん。もう誰もそんなこと言ってない。いや、なんで勝手に出てくの。誰もそんなこと言ってない。いや、なんで勝手に出てくの。マルコさんに呼ばれてる。ほら、マルコさんに呼ばれてるかって意味わかんないよ。ちょ、入れないよ。ちょ、カードはないよ、そんなの。いや、入れなくなったじゃん、二人とも。何してる。二人とも入れなくなったじゃん。なんでマルコさんに会いに行くの。意味がわからないよ。いや、ちゃんと話し合おうって。俺も悪いことは、そのスケロクシに黙っててあのしたことは悪かったよ。でもちょっと俺の状況も分かってよ。その目の前であのマルコさんに言われ、あのそう言われてどうしようもなかったっていうか、断ったんだよ。これもうだからどこ、ちょっともう何、だからマルコさんのとこ行くって意味がわからないよ。なんでいや配信つけろって言われたんだよ、スケロクちゃんに説明しなって自分で。なんでマルコさんに会いに行こうとするの。ちょっと待ってよ。だからもうちゃ、なんで仲直りする気はないの。俺も悪いこと、本当にもう悪いことはちゃんと謝るし、その俺黙ってたことは悪かったよ。でも自分がしたわけだったわけじゃないんだって。自分でしたかったわけじゃないんだよ。ガチで来てって言われたから行ってくるから待ってて。ガチで来てってどういうこと。もう行ったら別れるよ俺。なんでなの、なんでそうなの。意味がわからない。意味がわからないって何。分かったよ、いいよ行って。そういうことだね。意味がわかんない。もう開かないじゃん。しかもカードキー持ってないから開かないじゃん。カード
ちょっとカノキン部屋の中忘れちゃって706なんですけど、木下大好きなんですけど。あ、すいません。ちょっと待って、行くってこと？杉六さん行くってことね。行くってこと？マルコさんのところ。俺の話、なかな、俺のちゃんと話を聞いてくれないってことね。聞いてもうダメってことね。いや、行くってことは俺もう別れるからね。だって意味がわからないもん、マルコさんのところに行く意味が俺わからないもん。もういいわ、意味わかんないわ。なんでマルコさんのところに行くのかわかんない俺。意味わかんないよ俺の。いや俺が嘘ついて黙ってたことは申し訳ないって言ってるし、でも俺がそのしたいわけでしたわけじゃないの分かってよ。ちょっと意味なん、どういうこだから、なんでマルコさん、いや俺マルコさん別に嫌いじゃなかったけど、いやニヤニヤしながらじゃなくて、そのさっきも説明したけど、その俺からしたいだからもう断ったんだよ何回も。僕 いやだから俺ちゃんと断ったんだけど、そのまあそうなんだ、負けてそうなったのは俺が悪いけど、いや行かない、いやだから、いや入る時点で普通の、いやそのキャバクラって言われたんだよ最初。普通のキャバクラって言われて、中に入ってまでも普通のキャバクラって言ってたんだよ。で入って、まあ落ち度があったのは反省してるし、言えなかったのは申し訳ないけど、行こうとしてんの？本当に行こうとしてんの？どこまでやって、いや胸触ったのと、それあとキスはフレンチキスちょっとしたしちゃった、それでもう全てです。いやしてるやんけ、でだから今日のチャナにするから、あのしてって言われて、まあ、しなかったらじゃあスケロクさんに LINE するねって言われて、だから何をしたいの？戻っといて帰るから。だから何をしたいの？一緒に来てって。どこに？新宿。だからマルコさんのとこ行く意味が分からない。だから一緒に来てって。だから一緒に行くのも意味が分かんないって。なんで？
なんでだから一緒だったら別にいいでしょ。いやだからそれがわからないって。いやなんでマルコさん、マルコさんなのよ。いや俺はもうだからは全てだよ今ので。普通にだからどうしたいの。だから一緒に行ってって言われたら一緒に行ったらいい。だから行って何をするのよ。知らん、飲むんでしょ。飲むってどういうこと。こんな状況で飲めないよ俺。一緒に来てって言ってるんだから一緒に行ったらいいじゃん。いや一緒に行ってなんかみんなでワイワイするの。意味がわからないよ。俺たち2人で話すことじゃないのこれ。俺もだから悪いところは言えな、あの言わなくて、そういうことしてたら言えなかったことはも申し訳なかったけど、俺のだから状況も分かってよ、その目の前で。だから1人行くってことは別れるってことで。なんでそうなの。行ってないじゃん一緒とは。だから俺は別れるよもう。じゃあ意味がわかんない。一緒に行くって言ってるじゃん。だから一緒に、俺はマルコさんに会いたくないんだって。もう嫌なんだよマルコさん。なんだよ、じゃあ言ってよ。だから言ってんじゃんさっきから。俺マルコさんもう嫌だよって。だって最初からこういう目的だったんだよ。まあ俺それに俺がの、あの引っかかったのが、まあ俺が、いや俺が悪いけど、もちろんそれにその通りに逆切れしてるの。逆切れじゃない。だからマルコさんに行くことに俺は意味が。だから一緒に行ったら何もないでしょ。何もないとかじゃなくて、何もあったから嫌なんだよ俺。何かあったから嫌なんだよ。だから別れるとか意味不明なことばっかり言う。いやだからなんで俺がマルコさんに会いたくない理由分かってくれないんだよ。してることはしてるんだから、もう開き直ったらいいんじゃない。もう分かったから。いやだからそういうことじゃないじゃん。だから開き直ったらいいじゃんって、それについて謝ってるんじゃん。だからいやだから俺が隠してたこと悪かったし、でも最初からもうそういう目的なのに俺があのまあなんだろうな、まんまと乗ってしまったのがいけなかったし、いやもうない、全部言った、もうこれ以上何もない。 おっぱいまで吸ってって言われたけど、それは俺断って、もう本当に無理ですって、本当に戻っといて。いや行ったらだから別れるよ。いやだから意味がわからないから。まあ行くのね。じゃあマルコさんのどこ行くん。行くだから、いや意味がわからない俺。もう行ったらもうさすがに理解できないよ俺。いやだから俺が悪かったよ、そのまあね、そのまあ脅迫みたいなことされても俺がやっちゃったんだから俺が悪いよ。その本当に悪かったと思うし、それで何もやってないって言って隠してて言えなかったのも悪かったと思うし、いやだからいや分からないよ、スケロクさんがそのマルコさん